さあ、大丈夫かました。もちチャンネル。さあ、ここはですね、トイック満点講師、直伝。直伝っていうのもあれですけど、最近のトイックは一体、どうして難しいのか、何が難しくなったのかっていうのを解説していきたいと思いますね。まあ、昨日もね、トイック行われまして、やっぱ難しくなった。かつてのね、優しいトイックはどこに行ったんだろうというふうにね、思いましたよ。はい、優しいトイックってなんかわかんないですけど、まあ、昨日4月だったんで、やっぱり新しく受けた、初めて受けたっていう人多かったですね、コメントも。大学生になって受けてみましたとかっていうね、コメントもあったりしたんですけど、まあ、そこでわかるんですよね。めっちゃむずいじゃん、トイックって。何これ。そんな楽勝だぜとかって言ってる人もいますけど、まあどうせ取れないんです、点数ね。難しいですから今のってね。じゃあ一体どう難しいんですかですね。まあトイック待って112回って言ってますからね、どんな感じだったのか、やっぱトイックの歴史を見てきてるので今思うことを述べたいと思いますね。はい、まず一つ目としても大前提ですね。まあパートごとに話していこうと思うんですけど、その前に全体として思うことは、やっぱ単語のレベルが上がってますね。だから一セットリスニングでもリーディングでも、そう、前回ですね、一セットドド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 ッと難しい表現が並ぶなんていうのもありました。前回というか、まあ昨日ね、全然知らなかったと言って、まあ2プロングキーっていうのを挙げたと思うんですけど、鍵がこう二股になってるやつです。こんなプロングなんてね、知るかって思ったんですけど、そのリスニングにも普通のね、受験生が知ってるわけないでしょみたいな単語がずら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 って並ぶんですよ。で、その難しい単語がずらずらずらって並ぶやつってですね、大体ね、場面が思い浮かばないんですよ。はい、でこれがやっぱ二つ目ですね。このレベルが高い、単語のレベルが高い、もう知るかみたいなね。まあこれメンバーシップでは解説しますけど、いろんなね、表現ね。ただこれだけじゃなくて、その場面がわからない、どういう場面なんだよ。学生にはきついでしょっていうのが増えてますね。だってさ、仕事の時間中にボランティアできますよって書いてあって、あ、それは給料がもらえるってことだ、ボランティアすればって。つながります？こういう出てこないよね、これとこれがつながるかって言われて、つながらないよねっていうのが多くなったよね。表現知らない、場面が浮かばないって、これがやっぱり圧倒的に大きな理由だと思いますね。だからいろんな場面が出てくるようになった。本当に工事の場面とかさ、機械が壊れたとかさ、コピー機が壊れましたとかっていうのはよく出てきてたけど、本当の工事現場が出てくるようになったりとか、専門的な用語が増えてきましたよね。聞いててもわからない状況が、読んでても状況が頭に浮かんでこないから全然解けないみたいなね、そういうのが出てきていると思いますね。ではそれぞれのパートごとにいろいろ分析していきましょう。まずはパート1ですね。パート1っていうのはやはりですね、表現が難しいのが出るようになった。今まで出てこなかったような表現が普通に出てくるようになった。信号とかね、前には出てこなかったですね。ドレープとかさ、でも昔からよく出てくるおなじみの表現とかっていうのもあったりするんですけど、ニールダウンとかさ、ウォーターとかね、いろんな表現はあるんですけど、やっぱ最近は昔は出てこなかった表現が出てくるって感じですね。まあ昨日のトイックは優しかったんですけど、まあ、パート1の難化が一番著しいと言われていますね。対策としては表現を覚えることです。はい、トイックによく出るやつ、パート1によく出る表現を覚えるというのが大切です。付け焼き場では戦えなくなったっていう感じですよね。続いてパート2ですね。まあこれが、まあ、新トイックになってからですね、2016年になってからやはりドーンとレベルが上がったと言われているところではありますね。まあ直接的に返答しているものっていうのが、まあ、前半部分に固まる傾向があって、後半部分にかなりの変化球ですねっていうのがあるので、この変化球に対応できるようにしなければいけません。で、もうさすがにね、一時期やりすぎだったんですけど、そのやりすぎは減りました。減ったけど、やっぱ変化球のパターンっていうのはまだまだやっぱね、新しいのが出てきたりしてね、面白みたいなね。そう、だからまあ品質なものとしてはね、どこどこに書いてあるよとかね、自分で調べたら誰々に聞けばって言って答えてくれないっていうのがね、よくあったんですけど、まあ昨日のやつにもありましたね、似たようなパターンは。ただこうだと思ったら、そんな風に答えるのみたいなのが出てくるんで、ちょっと驚いたね。 A さんは B というところで働いていますっていうのが出たとして、それに対して C って場所について知りたいんだけどとかってね、答えるとかさ、みたいな、そんな返答とかって思うようなのが正解に出てくるんです。やっぱり変わったね、この辺もね。だパート2の対策としては、これパターンを覚えることですね。まあ僕の参考書とかも出てますけど、よくあるパターンがあるので、それをやること、もちろんきちんとね、英語力上げてどんなのでも対応できるっていうのも大事ですけどね。でパート3、4はやっぱり
場面がむずい、うん、こんなのが出てくるんだなみたいなのがあるんですけど、それ以の方は2人以上が喋って、ほうの方が1人が喋るんですけど、場面がね思えず浮かべづらいよね。結構やっぱビジネスシーンがね増えて、あとは機械化進みましたから、デジタル化が相当進んでるので、まあオンライン決済の話が出てきたりね、タブレットコンピューターの話よく出てくるし、リモートワークだったりとかさ、そういうのもね登場しますよね。でやっぱマーケティングの知識は多少やっぱ知っといた方がいいかなって思いますね。フォーカスグループとかね、いろんな複数の人にインタビューするやつとか、そういった知識を持っておくことは大事だなと思いますね。マーケティングに関してはやっぱり毎回のように出てくるからね。でグラフィックの問題もやっぱちょっとレベルが高くなってますね。昨日は大したことなかったですけど、情報量がかなり増えてるっていう印象ですね。2列で2つの情報だけで答えが出てたやつが3つになったりとかさ、答えのヒントになるやつが2箇所あったりとかさ、そういうのもあったり、あと引っ掛けが巧妙になったね。例えば前回だったら3つ目に出てくるのが正解なんですけど、1つ目言って2つ目言って3つ目言ってっていう風に順番に喋ってったんですよ。だ前だったら1つ目2つ目3つ目言わないんですよ。3つ目だけ言って、はいこれが正解ってなるのに、引っ掛けでこう出てくるようになったとかっていうのは、あーやっぱ変わったなって思いますね。でパス3、4に関しては、これまあ解きながら覚えていくことをお勧めします。公式問題集でもいいですけど、いろんな表現を覚えてって場面が浮かぶようになるのがとても大事になりますので、そうだから常にいつもね妄想しながら聞くんですよ。もう没入して ねキャラクターたちに自分がなりきって状況を思い浮かべながら聞くっていうのが大事です。ただその時には表現知らないと聞こえないですから、はい、それが大事になりますね。続いてパート5ですね。はい、ここからリーディングですけども、パート5に関しては、そんなレベルは上がっていません、正直ですね。はい、ここがまあ取りやすくなってるなという印象です。ただし、昔に比べたら、構文が難しいし、語数も増えてます。だから、時間通りに終わらないというか、早く終わらすことができない人が多いですね。きちんと問われてるポイントを見抜くっていうのが大事になります。ただ、昔はなかったような選択肢がこう、並びとかね、あるようになったんで、まあ、この辺はちょっと新たな対策が必要かもしれないですけどね。こんなにバラバラな品詞並ぶんだとかね、そう、語形問題じゃないやつでね、こんなパターンのみたいなのは出てくる。で、まあ、引き続きコロケーションとかは知らなきゃいけないですけどね、この語とこの語の相性みたいなのはどんどん覚えていくことが、まあ、語彙問題対策になりますね。続いてパート6、まあ、昨日かなり難しかったなと思ったんで、やっぱりこれも場面ですね。非常に場面が思い浮かべづらいっていうのが多くなったんで、やはり表現を知って状況を思い浮かべられるようにっていうのを訓練しなきゃいけないです。あと思ったのは、空所がやっぱ文脈が必要なものっていうのが、まあ、4つ空所があるうちの、まあ、3つになったり2つになったりするんですけど、3つが結構増えてるんで、やっぱちゃんと読まなきゃいけないっていうのが増えてるよね。まあ、文挿入問題もそうですけど、きちんと読まなきゃいけない。で、きちんと読むってことはパート7時間がなくなっちゃうわけじゃないですか。そう。だから5、6に時間がすごくかかるようになってるっていう印象ですね。だからパート7終わらない人がほとんどですけど、そう、まずは5、6をちゃんとね、できるようにしないといけないですから。だから5、6として、まあ5、6はもちろん文法やね、語法の知識っていうのも大事だけど、きちんと早く読んで正確に読む。で、答えのヒントをきちんと見つけるんですよ。これが直前直後だったらいいんですけど、離れてることがやっぱね結構出てくるようになったんで、かなり細かく見なきゃいけないしね、単数複数とかね、指してるものがどれかとか、指してるものがあるかとか、こんなん探さなきゃいけないのか今っていうので、ね、かなり時間が厄介です。だから代名詞問題なんてさ、すごく優しかったのに、昔はさ代名詞問題が難しいんですよ今。信じられます？そう、取り物ってなってた代名詞がですね。だから、そら、yours とかさ、所有代名詞とかさ、your own みたいなのとかさ、ああいうのもよく正解になるようになったしね。かなり厄介です。そしてパート7ですね。やっぱ最難関はパート7ですね。やはりここが難しい。このリーディングですね。どんどん難しくなっている。まあ読む量がとてつもなく多いっていうのがもちろんですね。第一ですね。はい。すごく多いので、やっぱ早く読めるようにしていくことと、で、あとやっぱ設問のパターンも新しいの出てきているので、こんな出し方なんだみたいなね、いうのがありますので、うわぁ、こうやって正解出すのかよっていうね。そう、いつもだったらまあこれが正解だろうなって僕が思うようなものも正解じゃなくて、違ったパターンのものが正解とかっていうのもよく出てきてますね、最近はね。なんでやっぱりちゃんと読まなきゃいけない。ただしやっぱり同じようなパターンあるので、そう、やっぱこのパターン来たかっていうのあるので、やっぱ慣れていくことが大事ですね。たくさん問題解きながら、こうが来たらこう解くっていうのをきちんと用意していくですね。このパターンなんだからこう読むっていうのね、あります。だから答えを探しに行くんですよ、こっから。あ、こう来てるんだからこうだろう
ろうなって言って、やっぱり昨日は時間がなかったんでね、まあ隣の人がね携帯鳴らしちゃったせいで集中できなかったんで、そのせいですごい遅れたんで、だから最後はもうめちゃめちゃ速いスピードで解いたんですけど、やっぱ答えを探しに行きましたね。もちろん全文読めるので全部読みます、読むんだけども読む速度を上げます、ものすごく答えに関係あるとこ見つけてパッ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 と解いていくっていうのでやってます、僕は。でまあ照らし合わせ、そして推測ですね、本当にこっからね何が言えるのかってね、これだろうな、はっきりとは書いてないけどでもこれだよねって思うわけです。そうだ、こっちはもうやっぱ慣れてるので何度も何度もやってるので、もうトイックスキーマと言われるですね、もうトイックの知識が入っているので、背景知識があるので、もうこう来たらこう解くだろうっていうのが分かってるので、それでパパパパパパッとこれが答えになるだろうと思いながらパッパンパンパン読んでいくんで、まあ、それが大体当たるんで、それが読むスピードにも解くスピードにも役立ってるって感じですね。このパターンのストーリーだから、これがどうせこう正解になるだろうとかっていうのが予想できるんですよ。だそれやっぱり何回も何回も受けたりで、ね、何回も問題解いたりしないといけません。でやっぱ最後は言い換えですよね。言い換え表現ちゃんと意識することですね。言い換えが分かんないと答えはやっぱ選べない、きちんとですね問題解きながら、あこういう風に言い換えられるんだ、こう言ってるからこうなんだなっていうですね、まあ、だからこの言い換えがね推測と合致してね合体してくる時がレベルが高いんですけど、こう言ってんだからこう言い換えられるはずだとか結構厄介だと思いますが、まあ言い換えはぜひともねやりながら学んでいくことをお勧めします。皆さんの役に立つものをね出せるように今作ってますので、はいお待ちください。はい、ということでございました。どうだったでしょうか。やっぱ今のトイックは難しい、かなりレベルが上がってます。なんでね皆さんに対策を教えていきますので、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてメンバーシップのレベル2ではですねトイック授業もやっておりますので、ぜひともそちらも参考にしていただければと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。